宮崎をどげんかせんといかん。ぜひ美味しいんで食べてください。どうも宮崎マンゴーです。宮崎マンゴー怪獣8号ならぬ宮崎マンゴーです。炭火焼き鳥です。うまいよね。うまい。アシロハン、お芋連れてってください。お色も連れてってください。どうも薩摩西郷です。薩摩西郷だ。怪獣八号ならぬ薩摩西郷です。薩摩西郷です。言えないよ好きだなんて。どうもヒロミゴーです。ヒロミゴーだ。あ、一番うまい。はあ、なるほど。一番うまい、うん、一番うまいかな。まあまあまあ、でも朝一だからこうなるよ。はい、ということで、今日は超究極怪獣9号いきたいと思います。よいしょ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのメガネは淡路の形見と。いや違います、すいません、ちょっとコンタクトがあんま似合わなくて。あ、そういうこと。すいません、ちょっと今日メガネで、すいません。俺の貸すのに。タッチさん2ウィークっすもんね。いや、ワンで。ワンで。あ、じゃあ言えばよかった。でも度が合わないかも。あ、そうかそうか、うん。今日はあんま人の借りないだろう。意外とでも違和感ないよね。あ、そう、大島のメガネ。本当ですか。うん、まあ一応淡路の、まあ形見ということにしておきますか。形見でね、はい、いないでね。それでいきましょう。はい、はい、ということで怪獣9号、はい、あの思ったよりも難しくないイメージだったんですけど、ね、ちょっと特殊演出8号のあれだよね、あの怪獣8号のキャラと呪術のキャラを合わせると出るっていう、うん、いやいやいや、そう、でき絶対出せない人出てくるじゃないですか。特殊演出ね。たまたまこうなっちゃったの、ね、たまたま適性がね。そうだね、はい、でもあの怪獣8号を入れればいいの、うんうん、最後リカと、うん、8号のこうダブルパンチで吹っ飛ばすみたいな。特殊演出見れないよ。最高だけど、はい、やっていきましょう。はい、はい、ではこれでいきたいと思います、はい、ストライクショットショットショット。さあ行きましょう。行きますか。はい、挟まると切って変換パターン。あ、そっか、じゃあこっちでいいのか。切んなくていいの。まあ切んなくてもいいかな。これ何回復だっけな、なんだっけな、これ何でしたっけ。あ、回復、ね、じゃあ切んないでほしかったな。いやいや、出るから。あんま気にしなくていい。あんま、だからやばい時はあれを使うの。うん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 。ダメも大丈夫ね。怪獣反射だぞ。だから別に。ああ。回復しておきます。いや、いいです、いいです。ダメはある。何がない？魔法陣ですか？魔法陣がないのか。戻って。おお、うまい。ああ、直したけど。友情で。やばい。でもひよこになっちゃった。怪獣からひよこは落差ありすぎだろ。かわいいね、でも。うん、ななみんは貫通？はい。これいいのかな、挟まっちゃって。回復いらないっすもんね。いいんじゃない？回復いらないね。かわいいな。え？こんなキャラ、いた？かっこいいね、こいつ。なんかの神か？いるいるよ、これ。この中ボス。うん、あー、かっこいい、このハンマーヘッド。確かに。よしよしよし。なんだっけな、普通の究極だっけな。なんかいた気がします ね、 いるよね、この、はい、サメ。福岡のさ、はい、やだ、俺なんか難しいな、毎回。水族館でサメの水槽に入った時に、はい、サメの水槽に入ったんですか。そう、へえ。なんか出てる、怖くて焦っちゃって、はい、手バタバタやってたらハンマーヘッドシャークの頭を思いっきり叩いちゃった。危な。マジで口開けて普通に噛みに来たから。怖っ。怖いよね、それだけがね、危ないって言ってた。だからそう、目基本的に悪いから正面に入らなければ大抵襲われないって言われたの、サメ。いや、大抵襲われないってなんだよって話ですけどね。そうなんだよ。いや、ただその大丈夫ですよって言ってる飼育員さんの手がズタズタだったか。うーわこの傷だ。傷
傷だらけだった。あ、これか。かっこいい。めっちゃかっこいいな。いいね。あと SS で終わると、あ、抜けちゃった。あ、たまるかな。たまるかな。あと 13? 13。じゃあちょっとゆっくりいきますか。なんかある、そのチャージみたいな。あ、ナナミンがチャージ最後に当たってくれるわ。オッケーです。それを意識すれば。じゃああんまりこれ抜けす、なんかザコ倒すか。これでも反射じゃないと倒せないのかな。そうかもね。でもとなるとむずいな。これ挟まっちゃう、飛ばしちゃうもんな。横貫、横貫するか。倒せ。確かに即必殺つけるのありだな、このために。うん、このために。やばい、回復だな。回復お願いします。はい。でもあの右のバルシャークもやばい。バルシャークって呼んでる。そうか、あと2か。お、でもいい、強い。いや、おー、ナイス、でかい。自分は持ってないんだもんな、チャージ系。うん、今当たりやすいな。これ貫通になっちゃう。おら、やべ、戻れ、戻ってる、戻った。ナイス、オッケー、当たれるな、これ多分。それで当たりながら、あ、助かる、いけるぞ。1段階目でもたまればいいんだもんね。よし、いい、いいよいいよ。これは飛ばしちゃいますか。うん、そろそろ行ってみよう。 OK です。回復は、回復したい。でも回復して飛ばせそう。ナイス。あ、いいよ。でも火だめが痛いんだね、基本。そうですね。そうか。いや、でもさ、光3いてこんぐらいだったら、まあ、あ、許容範囲だ。これもだから出さない。リカ見たいな。リカ見たいっすね。見たいよね、リカちゃん。でも、だな、いいんじゃん。ああ、そっか、倒してまずいのか。倒してまずい。おお、ちょいハマ。まあまあ狙ってんな。違う、弱点なくらないようにやってんだ。うまできんの。じゃあうまいね。うまいね。あそこで入れ番して止まる。うわ、これめちゃくちゃいいとこいるけど。ああ、止まる。お前、いや、お前さっきからなんか出したかったんな。いや、そう、お前出したかったんか。出さないようにして、やってんすよ。大島がだって、これ最後に触ってくる。最後無理でしょ、これ。これ最後どうやって触るんだよ。まあでも、SS するからどっちみち。回復。あ、SS でもいいんじゃん。SS で。出したかったんな。いや、違うんですよ。これ、ためチャージしたいんですよ。あ、じゃあ横にスライドいけそうだね。届くかな。いけるいける、行ってみよう。あ、いい角度、それ触れる。時間内労働か今。ああ、お、あ、出しに行ったな。あー、触れない。でも打てる打てる。クソ、届かなかったか。時間外労働でした。でも2、1止まるのか。1止まるわ。はい、じゃあここは出さないように。はまるなよ。はまりてー、ここ。まあ、縦にしよう。あ、はまりたいね、そこ。めちゃくちゃいいとこいますよね。いいね。ほんとだ。まあ、これ縦貫しますわ。普通に、ってか。この、え、強いね、強い。ナイス。ハイプラズマ強い。いやー。キコール欲しいな。キコール。うえー。あ、ダメ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 ですよ。ダメダメ、読んじゃダメ。リカ、リカなし、リカなしで、リカなし。はい、倒しちゃうでしょ、これ多分。売れた最初の時の弱点倍率ランダっすよね。8号ランダなんか弱点、弱点必中なのかな。いや、必中じゃない。じゃあ弱点当てないといけない。やべえ。じゃあこれもうちょっと削んない。必中だけど、あ、最初に弱点触れた時にも攻撃力出るから、なるべく弱点狙った方がいいみたいなあれだったよね。倒せんのか、これ。倒せなかったら意味はないもんな、これ。
いや調整むずいって。あれに入んないよね、ビットに。大丈夫だよね、このぐらいだ。あれ？いや。いい加減にしろよ。ちょっと。おい。ああもういい。嘘だ。やべえ、ごめん。じゃあもう、まあお前に繋ぐためにみんなパスしてたんだ。あ、じゃあキコール、あ、じゃあキコール見りゃよかったじゃん。いけるいける。ぐだ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 。じゃあキコール見りゃよかった。見れないんかい。見れないんかい。これはおのおので、おのおの、おのおのでか。まあ一応ボス入る前のは見れたんだね。うん、あ、だからこのやっぱ1段階目で弱点に当たんないとあんぐらいだよっていうのだけ分かれば、この動画の意味は出てくると思います。出てくるかな。あと頭から7ミンでやっとけばよかったんですけどね。うわぁ俺のせいだ。なんとかですけどね。大島なんとかじゃあまとめてもらおう、この動画。最後むちゃくちゃしてるじゃないですか、ずっと。っていうか、あの僕あの、はい、ちょっと追いガチャがしたくて、あのカフカを、はい、あの生配信弾けなかって今日ピックアップなんですよ、はい、でもタッチさんは弾かれないじゃないですか、はい、もうカフカは持ってるから手に入ったんで、はい、だから僕もそんなにオーブないんで、一応10連だけちょっと10連一発勝負でガチャ弾きたいかなということで。わかりました。いいですか。別に盛り上げるためとかじゃないでしょ、その無理してる。いや、そのな、最後グダグダになっちゃってたんで。いやいや、そんなこと無理してた。これ無理してたわ。じゃああれだね、あのただの超究極の動画だと思って油断してる人嬉しい。最後まで見るとおまけで。じゃあおまけですね。はい、じゃあ引きます。はい、じゃあ変わります。はい、それでは、はい、引いていきたいと思います。はい、10連。10連一本勝負。イハルがあと3体か。3体。そうですね、イハルも90にしたいので。どうせなら星名副隊長も。いやー、まあそれ、まあ欲を言えば、キャッチで星名、欲を言えばですね。うん、まあとにかくピックアップなんで、はい、ここは欲しい。キャッチで星名、キャッチで星名だ。いけ。こういう10連の時出たりするから。そうだよ、そうだよ。いや、日にち変えるとやっぱ流れ変わるから、うん、いきます。ストライクショット、ショットショット、カフカ。さあいけ、来い来い。確定はないか。確定はない。花火はない。止まれ止まれ。はい、止まるよ。まだすごい。あ、でもいい、いい流れ。あ、これ止ま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 れ。うわー、イハルすげえ出た。イハルはこれで90になったな。マルスか。マルスとピニャコラ。くー、くそ、ここでカフカ出たらもう撤退ぐらいの気持ちだったのにな。いや、でも欲しいか。まあまあ、まだちょっと追う可能性はあります。結局、うん、まあモンドリ来るでしょ、はい、モンドリまでに貯めるとは言っても、モンドリの何日か後じゃない使うのは。大丈夫だよ、あと20連ぐらいできるか。そういうことね。あのモンドリまでに貯める。モンドリもあれ来るかもしれないけど、新キャラ何かモンドリ当日のガチャで、そうだね。でもそこ我慢できれば、もうちょっと貯まる。おじさんガチャを我慢できれば。おじさんガチャ、おじさん見て楽屋でみんなで弾くモンドリ恒例の。いや、でもあれは風物詩。おじさんだけで弾く。もう一回、もう一回。いや、あれはまたあれをやりたいですもんね。おじさんだけ。おじさんだけの。ババゾナさんと、ピロさんと、ピロさんとゴージャスさん。まあそうですね。あれはしないといけないもんな。まあまあまあ。ね、はい。まあとりあえず、はい、はい、まあ、また狙うかもぐらい。そうですね、はい、感じで。ありがとうございます。いきましょう。はい、はい、ということで、高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。